皆さんこんにちは。さっさっさと情報がよくわかるサリーチャンネルへようこそ。ワークマン社外取締役のサリーです。今日はですね、ワークマンで今期新発売、世界初の素材を使った X シェルターのシリーズをベストとか長袖とかズボンとかいろいろサンプル品で持ってきているんですが、で、まあ、この X シェルターシリーズ、今期もすごくワークマン一押しの商品で、秋冬の展示会でね紹介したところ、すごくもう予約注文がすごい数入ったんですよね。で、まあ、人気なんですけれども、実際まだそこまで寒くなってないから、本当にこの X シェルターって着る断熱材って言われるほどいいものなのかどうかっていうのを、あえて今日寒いね、標高が高いキャンプ場に来ておりますので、着てみたリアルな感想をね今日はお伝えしていきたいなと思っております。最後まで楽しんで見ていってください。はい、それじゃあね、X シェルターについて、まず最初に軽く商品についてご紹介していきたいと思います。まず今私が着ているこのベストと長袖のジャケット、パンツ、あと防水用のレインウェア系で X シェルターシリーズ今回たくさん出ております。で、まあ、特にちょっとじゃあ今ぜひね着ているものを紹介したいんですけれども、ででん、こちらでございますね。でこういうX シェルターと呼ばれるこのグレーのシートですね、こちらがいわゆるその X シェルターでございます。これ何かと申しますと、中に小さいね気泡がたくさん入っているような薄いシートで、いわゆる空気の層があると家と同じで、家ってやっぱり断熱材が入っていることによって、外がすごく寒い日、中を適度に暖かく保ってくれて、逆に外がすごく暑い日は中をね涼しく保ってくれるっていう、中をちょうどいい気温にしてくれるというのがこの X シェルターでございます。だからねこんな感じで着る断熱材なんて言われております。まあ、実際はこのシェルターのシートにプラスして、表地と裏地の間に X シェルターの綿とシートが入っている感じで、この外気温と体温をちょうどよく調節しますよという服でございます。でワークマンは今まではやっぱりもう基本玄関期めちゃくちゃ寒い時期にめちゃくちゃあったかいのを出していくぞっていう感じで、アルティメットフーデッドパーカーとかね、あとこれベストも出てましたけど、あれね今は結構暖冬だから暑すぎるんですよね。で特に今回のは裏にアルミとか何も貼ってないです。でアルティメットフーデッドパーカーとかめっちゃ寒いところ用だから、アルミとか貼ってあるといいんですけど、寒いところだといいんですけど、やっぱり今首都圏とかで使うと暑かったり背中めっちゃ汗かいたりするので、だから私実はちょっとアルミ系が苦手だったりするんだけども、今回これ、家で準備してる段階から来てました。で私が住んでる神奈川は今日朝来る時28度ぐらいあって結構暑かったので、部屋で準備してる時にあえてこの格好で準備をせずに、キャンプの準備してる時ね、これを着た状態でいろいろ部屋の中動き回って洋服詰めなきゃとかってやってたら、普通これさベスト1枚着てるだけで結構暑くなって汗かいちゃうかなと思ったけど、聞いてて思ったんだけど、動いててあんまり暑くならなかったのがすごいびっくりして、あれと思って、普通だってこれ本当に中綿も入ってるんですよ。でもね、まあ確かに中綿は薄く入ってるっていう、かなりうっすらです。そんなモコモコに入ってるわけじゃないので、多分今までのワークマンから出てるベストと比べると綿の量は少ないっていうのはあるんだけど、それでもやっぱりさ、こう背中をがっつり覆う以上さ、汗バーってかいて、いややっぱこんなん着てらんないわってなるかなと思ったけど、意外と着れちゃうんですよこれが。で今キャンプ場着いたらやっぱもう4時なんで、今だいたい21度ぐらいですかね、かなり冷えてきて、半袖だけだとこれだと寒いです、これだと確実に寒いんだけど、やっぱり1枚着てるとこの辺はまあ確かに寒いんだけど、まあまあいけるかなって。でまあもうできればこう中をこうするとよりいいんだろうなっていうね、まあ、ちょっと今マイクつけてるんであれなんですけど、これやるとさらにまあ、風も入りにくくなってより良いと、前閉じるとやっぱりここしっかり風もガードしてくれるんで、今程よい感じですね。暑くもなく寒くもないの、何これちょうどいい。いやでもやっぱり長袖着たいかな、長袖着てこれ着るのが今の時間のベストな服だと思う。でまあ今着てるのがちなみにこの X シェルター断熱ベスト、断熱、あと急行発熱の綿が入ってるんですね。だから薄手の綿なんだけど、急行発熱って機能性のある綿だからあったかい、まあ、保温軽量耐久撥水ね、あと反射材もついています。でサイズは ML、LL、3L で、今 M を着てるんですが若干大きめかな、普通
イプよりもかなりあの丈もちょっとやや長めの、この脇のあたりなんかも結構大きめに開いてるんで、あのジャストサイズかむしろ普段よりもワンサイズ下でもいいのかなっていうぐらい の, あの感覚はちょっとあるかな、うん、で2900円でございます。ちょうどいいんだよ、不思議なんだよ。だからなんかこの間あの展示会の時に土屋専務が言ってたんだけれども、まあ、外であの冬ジャケット着て外歩いてて、あ寒いな寒いなって、まあ動いてるから暖かいかな、で電車入った途端にうわ暑、電車なんか暖房効いてて暑みたいにならないように、中の気温をちょうどいい温度に保つよっていうのがこのエクシェルターの良さです。でちなみに一応こんなところにもあの気温をねチェックできるやつ、昔こういうのあったよね、よくね、あったあった、なんかこういう気温チェックのなんかシートみたいなのよくあったけど、ほらこれ今ねこう閉じてたから28度がついてね、今外に多分こう晒してるからどんどん冷えてって、今26度になるところなんですけれども、さらにさっきの開けてたら24まで下がってたね。だから多分この快適温度の多分28度とかのあたりをちょうどいい具合に保ってくれる、うん、という感じです。すごく、まあ、ベストとしても大きいポケットもついているし、ここに実は隠しポケットみたいなのもついていたり でここはねなんか持ち手もなんかクニョンとしてる、なんかシリコンみたいな感じのクニョンとした感じで、止水ファスナーですね。だからちょっと雨とか降ってきても安心ですかね。でフードもついております。では続いてこちらでございます。これ長袖のタイプですね。X シェルター断熱ジャケットのこれ今回ちょっと L サイズです。3900円、商品番号36965でございます。ちなみにもう X シェルターシリーズ 何回かに分けて時期をずらして入荷してるっていう感じで、この間ね路面店のワークマンプラスの方で少しだけ、レインウェア系のものが少し残っていたんですが、あの徐々にあの本当にもう今回力入れてる商品なんで、徐々にあの時期を変えて売れたら入荷って感じなのでね。で今度こちらは長袖ジャケットで、やはりここ止水ファスナーがついてるのと、ここにポケットファスナーポケット2つ、あと横に1個ついてますね。ちょっと裾の方が背中とかかがんでも出ないように長めになってるのかな。ちょっと着てみましょう。あであとフード、頭のところここあれですね、フードが実は隠しフードがついてて、あの綿が入ってる感じの大きいフードじゃないですけど、こういう薄手のフードもついてます。ちょっとフードなしで着てみようかな。なんかもうこんな感じです。ちなみにタグもね、タグもこんな感じであんま枠バレしづらい感じですね。これ今なんか袖を通した瞬間、このストレッチのちょっと異素材がゴムっていうほどきつくないんだけど、シュッと入る感じがすごい気持ちいいね。でなんかちょっとさらりとする感じの滑らかな質感、ここにも実は X シェルターって書いてありますね。今の時間これが最強かもしれない。あこれ今最強です。これちょうどいい、暑くもなく寒くもない、まさに適温、これだわ。でなんかやっぱ軽い、めちゃくちゃ軽いから、あの昔さワークマンでめちゃくちゃ売れてた作業服向けの、名前忘れちゃったな、エアロストレッチのジャケット、今も多分あの作業服コーナーに定番品であると思うんですけど、あれと着心地が似てます。非常にあの柔らかくて肌なじみが良くて、綿も入りすぎてないから動きやすくて、でもちゃんとあったかい、でもあれよりもなんかより軽い感じがするね。あとデザイン性が多分あれよりも作業感なく、あのシンプルな感じだからより着やすい、アウトドアだけじゃなくてね、あの街でも多分着やすい感じ、気持ちいいよこれ、うん、ちょっとハムさん着てみたら。はい、170センチの中肉中背ハマさんに着ていただきました。どうでしょう、ジャストサイズって感じかな、 L サイズは。なんか若干別に私もこれはベストに比べて小さめというかジャストかなって、なんかもう一個大きくてもいい感じするよね。そうだね、うん、なんかもうちょっと中に厚で着るなら、うんうん、ワンサイズ大きめの方がいいよね、いいかなっていう気がするね。でもね、あったかいね、なんか程よくあったかいでしょ、うん、肌触りがいい、うん、そうなの、うん、軽くて前も締めてみよう、うん、パツパツ感があるね
やっぱもう浜さんもうワンサイズ大きい方がいいです。最近でも浜さんワークマン LL 着てるもんね、うん、上買うときね。アウターは LL、 アウター LL で着てるからね、ちょっとちっちゃいかな、うん、あでもいいよね、うん、あでも普通に今日のスタイリングも似合ってるよ。合ってる、うん、全然おかしくないし、確かに今の気温にこれちょうどいいね。なんかちょうどいいんだよね、すっごくちょうどいいの。なんか着てて変に多分動いてて暑くなる感じが多分ないと思うよ。今ね18度。あもうどんどん下がってるね、うん、ちょうどいい、ちょうどいいよね、うん、続いてパンツでございます。パンツがですね X シェルター断熱パンツ、これなぜか LL でございますで、商品番号36465、2900円です。もう基本的に機能は一緒なんで、まあ、ポケット2つファスナーでついてるのと、あとウエストの部分がホックとファスナーですね。でさらにゴムが入ってて、ここに紐があるんで、多分上から今履いちゃおうかな、 LL サイズだし、今ねちょっとやっぱね冷えてきたんですよね。そうそう、キャンプの時って意外と重ねるってありですよね。おあったかいな、あなんかちょうど重ねること考えると LL でよかった。やばい切れてしまう。どうですか、ちょっとモコモコになっちゃうかな、しょうがないよねそれはね、ちょっとモコモコになっちゃうけど、でも明らかにさっきよりめちゃくちゃあったかいでございます。なんかタイツを脱ぎ履きしようっていうと、ちゃんとテントに入って脱いで一回下着姿なってってやるのがちょっとめんどくさいけど、これだと別に今みたいにね、ここでパパって脱ぎ着できるのはもしかしたらキャンプに本当向いてるかもしれないし、キャンプじゃなくても家の中のね、あのお家で暖房費節約のために履くとかでもいいし、なんかウォーキング行くときにね冬の中履くとかでもいいと思います。でもちょっと上が寒いよ、下はいいんだけど。で上があとですね2つあって、X シェルター断熱防水防寒ジャケットでございます。なんと耐水圧が15000度、糖質度が3万、だから糖質3万はかなりワークマンの服の中でも高い方なので、より蒸れにくいといった感じですね。でこれ L サイズがありましたので、着てみます。5800円です。これデザイン性いいですよね、デザイン性超かっこいい。これとあとオールブラックと、あとこれがねグリーンっぽい感じの色もあります。なんだろう、水色とグリーンを混ぜたようなすごい素敵なねカラーもあるんですが、今回ちょっとベージュでご紹介しますね。これはまたちょっとさっきのと生地感が違うかな、防水素材っていうことなので、ちょっとあの張りがある感じの生地だけど、いわゆるレインコートみたいにねツルツルテカテカしてる感じじゃなくて、すごくマットな感じなので、全然レインウェアみたいな雰囲気は一切感じない、もう冬の本当アウターかなっていう。で綿はこっちの方が入ってますね、さっきのこっちの黒のタイプに比べると綿はこっちが断然入ってるんで、真冬の寒い時期に着るならこっちの方がよりいいかもしれないですね。これ冬アウターですね。逆に秋に着てるとこれはちょっとオーバースペックなんで、真冬の特にキャンプとか外寒い地方で外歩かれる方とか、あと中はもう本当 T シャツとかの半袖とか着たいけど、そうすると外寒いからガッツリアウターを羽織りたい人とかね。はい、こんな感じです。 L サイズやっぱりちょっと大きめにはなりますが、私結構メンズの大きめをゆるっと着るのが好きなので、こんな感じになってます。でこちらはここに大きいポケットがね上からかぶせる感じでついていたりだとか、あとここにもファスナー付きのポケットがついていたり、こっちも一緒かな、こっちもそうですね、2箇所ポケットがあって、あとここにもスマホとかね入れやすそうな縦のポケットもついています。あとここにも実はついてますね、いっぱいファスポケットがついてて、あとこれも結構大きいんで、雨がねやっぱりどうしてもレインウェアでもあるから、フードでしっかりかぶさる感じもいいですね。かっこいいね、うん、もう冬の真冬のアウターとしてこれがあればもういいんじゃないかな。これとてもちょっと5900円には見えないかっこよさですよ。他のブランドで買ったらなんか3万円ぐらいしそうな感じがあります。今多分この時期に冬物アウター着て、これ撮影して喋るとねすごく体温上がるんだけど、今喋ってても全然まあ暑くて蒸れるとこないね、不思議だね。これがやっぱ X シェルターの凄さなのかな。あとこちら、これ
これがですね、レディースの商品です。唯一あるXシェルターのレディース、 X シェルター断熱 L がレディースですね。防水ウォームアウター 47775 4900円、グレージュのカラーです。これも耐水圧一緒ですね。1万5000の糖質とか3万でございます。これはやっぱりゆったりしてる感じで、デザインがまた違うので、よりちょっとなんかまあシンプル、さっきのだとちょっとアウトドア感があってちょっとメンズ感あるから、もうちょっとシンプルなのがいいよって方はこっちの方がいいかもね。でここなんかすごいね、これどうなってるの。あ、ここでフードが、結構しっかりしたフードが実はここに隠れてますね。はい、着てみました。あ、でも結構大きめだよこれ、多分ね、メンズでも着られるサイズ感だと思う。あれ、これ L だよね。 L だけど大きいね、しっかり手もほら、だって結構、そうそう、丈感が、お尻がすっぽり隠れるから、やっぱり体型気にするね女性の方とかはこっちの方が体型カバーもできるし、しかもあったかさもあるからすごくいいんじゃない。でちょっとこれで多分ウエストを絞れたりもねできるんですね、こうやってね、ちょっとシルエットこう変えたりなんかもできるそうです。で大きいポケットが、あれ、これどっから手入れるの、ここだ、ここにポケットがついています。ファスナーはついてないんだけど、ここがフリースになってて手入れるとあったかいのと、こことこっちでなぜか二重になっている、あ、どっちもついてんだ、どっちもフリースついてるから2箇所分けて入れられるって感じになってますね。これもそうですね、こっち側も2箇所分けて入れられます。ただファスナーはこっちにはないけど、まあでもこれ多分ね、この形状上あんまり落ちにくいと思いますよ。多分スマホとか入れても落としにくい感じになってます。これもなんかすっごいいっぱい綿入ってんのかなって思ってるけど、別に着てても本当ある意味ちょうどいいというか、不思議ですね、不思議なアウターですよ。やっぱちょっとね、あ、襟をしまってみました。なんかね、さっきボワンってなる感じもあったから、もしかしたらフード出さずにこういう感じの方がおしゃれに着られるかもしれない。いや今でも本当に下のズボンも履いてるけど全然暑くないの、暑くもないし寒くもないの、上も今暑くもないし寒くもないの、ちょっと大事なことだから2回言いましたけども、面白いね、やっぱり今までのねワークマンの服だとやっぱ暑すぎる問題があったんだけど、やっぱちょうどよく保ってくれるんですね。前を閉じるとこんな感じのシルエットです。よりねやっぱ女性らしいシルエットですね。どれが一番気に入ったんですか。これね、いろいろある中でね、どれ気に入ったかって結構難しいんだけど、着心地で言うとこれが気持ちいいかも。これとベスト、これとこのベストはやっぱり防水加工ではなく撥水な分、生地が柔らかいの、すっごい柔らかくって着てて気持ちいい、動きやすくて、で今の秋だとこのぐらいでちょうどいいって感じ本当に。でデザインで言うとこれかな、私はこのデザイン結構好き、こういうツートンカラーの感じとか、なんかちょっとアウトドアテイストな感じで、メンズが着るようなやつをちょっと女性がふわっと大きめに着るのが好きだからこっちが好きかな。これはなんか襟がね、私ねこの顔にかかるのが個人的に苦手だったりするので、ちょっとこれ襟が立つじゃない、だからこういうのがでも好きな人もいると思うから、それも個人のデザインの好き嫌いがあると思う。全然でも丈が長いのはこれいいと思う、あったかくてね、ほんと体型カバーもできるし、でも個人的にいいなと思ったのはやっぱこの2つとこれかな。ベストいいな、ベストいいよね、今これにちょっと似合いそうだね。お、今日のに似合ってますよ浜さん。合ってる？すげー合ってる。あ、本当？超おしゃれ人、おしゃれおしゃれ人。なんかちょっと写真に撮ってあげようか、うん、でもね開けて着る分にはね、なんかねいい感じだよ、今日のグラデーションになってて、ほら、あ、本当だ、あ、いいね、うん、色味がいい。はい、というわけで今回はワークマンでこの秋冬新作となりました X シェルターシリーズを実際に寒い中で着てみたらどうなるかをご紹介いたしました。ちなみに今撮影している間に15度になってる、そりゃ寒いよね、ちょうどいい、こういうのが本当にちょうどいい季節になりました。まあね、今日朝から着てきて、まあ、ここでも着てみて、なんかやっぱり今までの中綿とそのシェルターでちょうどいい
温度に保ってくれってやっぱり今までなくて、その感覚を伝えるのってすごく難しいんだけど、ちょうどいいんです。ぜひこのちょうど良さを体感してもらいたいと思いますので、ちょっと今近くのお店に在庫ないよって方もいらっしゃるかなとは思うんですが、徐々に時期を見て入荷してますので、ぜひぜひお近くのワークマン、ワークマンプラス、ワークマン女子などでチェックしていただけると嬉しいです。で、私のチャンネルでは他にもですね、ワークマンの店内レポであったり、秋冬の新作の商品いろいろ紹介してます。そちらも合わせてご覧ください。あともう一つのチャンネル、サリーのキャンプチャンネルでは、ワークマンのキャンプギアの紹介やいろんなね、キャンプ場のレポなどもやっております。ぜひそちらもチェックお願いいたします。今回の動画が良かったという方は、いいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画ですぐお会いいたしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネル、サギーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。 Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。